マルヤマゴンザレスの社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日勉強する裏側は、壮大な人生ゲームを歩んできて現在もそこを突っ走っているこちら、手話の花を助手されました生島まりかさんです。よろしくお願いいたします。はじめまして。読ませていただきました。すごかったですね。まあ、生い立ちからして壮絶なんですけれども、まあ、そこはね、今回はちょっと、本の方に譲るということで、ただただ、壮絶な、生き様で、まあ、10代を過ごして、で、現在に至ってるわけですけれども、その中で、出会ってきた男たちが、まあ、半端ない。今更ですけど、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、生島まりかです。2015年に、新潮社から、不死身の花っていうのを出させていただいて、で5年ほど休眠しておりまして、この度は草加さんからご縁いただきまして、ヤクザの人と付き合ったことはないんですよね。私結婚したこともまあないんですが、働いていた時に、まあ、私の過去に点在した傑物と言われる人たちを、まあ、少し書いてみようかなと、まあ、回想のような形ですが、そのように、はい、表現させていただきました。ありがとうございます。まあ、作家として現在は、作家、コメンテーター、その他、もろもろプロデューサー、いろいろやっておりますけれども、そういう形で、まりかさん現在、活動していて、その傍らね、今回本をまとめたということで、人としての接点を持った、トップどころのね、こう、我々では伺い知ることのできない、そういう傑物たちの素顔を垣間見たということなんで、その貴重な経験を今回、聞いていきたいと思います。まずお一人目。五代目山口組組長渡辺義則さんということで、こちら渡辺組長ですね、どのような出会いがあったのかちょっとお聞かせいただけますでしょうか。大阪の北新地のお店に勤めている時に、まあ、ご縁があってお話しさせてもらえる機会がありました。でどういう男の人ですかって聞かれると、一言でどうしたこうしたってことは言えないんだけど、キャラクター的にはちょっと芸術家みたいな人でしたよね。そういう特別なお客様がいらっしゃるわけじゃないですか。店内の設備とか何か特別なこう凝ったものがあるとか、なんかこうそれこそね、見晴らしがいいとか、なんか入り口がなんか狭いとか、何かそういう特殊なこうインフラ的なこう何かがあるお店だったんですか。お店自体にそういうなんか設備とかは特にないですね。マイカさんが入ったっていうことは結構あれですか、ランク的には高いお店なんです、北新地の中でも。値段はもちろん価格も立地も内装ももちろん北新地では一流とされる。そこで出会うわけじゃないですか、はい、マリカさんが入った時にその筋の方とのその接客っていうのは経験はもうそのないです。ないです、初めてでした。初めて、うん、初めてついた方が、うん、渡辺組長だった。そうです。最初ついた時っていうのは、うん、どういう形でついたんですか。いらっしゃいませ、初めましてで普通に座りますよね。そしたら背が高いなと、なんか体格いいからなんかやってたのかみたいな話になって、それで私子供の頃にちょっとマーシャルアーツやってたもんで、マーシャルアーツやってましたねっていうような話をしたら、だから俺は柔道やってたんだと。で、いきなり、俺の腹を打て、みたいな感じになっちゃった。まだその時点では、相手が何者かは、うん、もちろん分かってない。分かってない。うん。店内的には、なんか異様な雰囲気とかなかったんですか。まずね、彼らが来るのは、ものすごく早い時間なんですよ。だから私、最初に出勤した、8時に出勤した、もうみんないたんですよね。うん、普通、女の子の出勤時間です、8時って。7時半から8時ですよね。うん、で、同伴が8時半から9時なんですよ。うん、で、女の子がもう本当に何人かしかいなくて、私が出勤したら、あ、すみません、マリカさん14番座ってくださいって言われて、パッて見たらもう20人くらいガッと黒い、なんかおじさんたちがガッと座ってるわけですよ、うん。で、そこの一番端っこに座ってたおじさんのところに、まあどうぞ、ちょっとよろしくお願いしますって座った。うん、なんでマリカさんがそこにつけられたんですか。わかりません。私多分、傑物と言われるけども、はい、ちょっとこう、ほら、傑物って大体気難しいんですよ。あーはーはーはー、もう例外なく、はい。で、そういう結構気難しい人にあまりか置いといたら大丈夫じゃないみたいな感じで、結構上手に使われてたんで。はー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 、うん、今考えればそうかな、みたいな。じゃあ、ちょっといよいよその質問いきますね。殴ったんすか。殴りました。いやもう一回聞きますけど、うん、殴ったんですよね。思いっきりやれって言われましたからね、はい、うん、どこ殴ったんですか。お腹です。
だってポーンという感じですか。体格でもあの丸山さんみたいな感じなんで、はいはい、本当にだからこうやってもうこうでしたね。あ割と何だろう、飲み屋では笑えないぐらいの威力で殴った感じですかね。うん、なかなかな衝撃でしたけど。ありがとうございます、はい、でどうなっちゃったんでしょうか。そしたらここにいたおじさんたちがみんな立ち上がりましたね、はい、ダッと15人20人ぐらいがバッと黒スーツがもうこうですよ、グワッとこうですよ、こうでも僕そこの下りとかも読んでて思ったんですけど、まず殴れって言ってるのは聞こえてるはずだと思ったんですけど、それでもそれでもやったらそう来るわけですよね。ちょっと女の子にとっては結構圧すごくないですか、その。まあ、あんまちょっと人怖がらないところがありますけど、ただちょっとダッと立たれたからびっくりしましたよね。あのこれ最初に聞いとくべきだったんですけど、マリカさんその年御年おいくつだったんでしょうか。20何歳かな、子供産んですぐだったんで6とかじゃないですか。子供とは言わないですけど、大人です、大人ですね、16は。いや、その世界で大人かもしれませんけど、世間的にはなおかつこの渡辺組長みたいな人から見たら子供のようにも見える。そのプレッシャーに耐えるには26だと結構やべえんじゃねえかなと思っちゃうんですよ。分かってないからですよ。だから何者か分かってないから、あのパッなんかとりあえず観音開きでね、うん、俺腹打てって言われてやったじゃないですか、今の感じで、うん、そしたらおじさんたちはもうみんな下向いて飲んでたんですけど、耳は全部ここに置いてるわけですよ。で立ち上がって今みたいにこうやって、うん、何しとんじゃーみたいになって 言われるんですか、何しとんじゃーって、何これ何しとんじゃーって言われましたよ。その時マリカさんどうしたんですか。あ、はいみたいな、なんで怒られんのかしらなかなかな結物なのか分かりますけど、その後の展開はどうなったんでしょうか。それでお店の専務が走ってきて、メキシャメキシャンってつまみ出されて、うん、でなんかあのレジの方で、あの人誰か知ってるよねって言うから、うん、誰か分かりませんって言って、そしたら神戸の社長やって言うから、神戸の社長って言われてもねみたいな、うん、誰ですかみたいな。神戸という町自体に社長はいっぱいいますからね。そうなんですよ。そういう風に考えちゃったらそっち側の発想しか出てこないですもんね。また知らなかったんで、だから普通になんか一般の企業の社長とか全然いらっしゃってたし、はい、ヤクザ専門店ってわけじゃなかったんで、うん、その早い時間にちょろっと月に何回かいらっしゃって混んでくるとさっと帰られるんで、それはやっぱ俺なんですか、片桐のお客さんに迷惑かけないようにっていう気遣い、うん、絶対そうだと思いますよ、今考えた。だって来るのが早すぎるもん。そうっすね、うん、とにかく気になるのはその後のマリカさんですよ。そっからどうなったんですか、うん、教えてもらって、まあ、問答があったんですよ、うん、最初わかんないから、何度があって分かった後に、やばーみたいな。まあ思いますよね。帰るみたいな。はい。そしたら大丈夫大丈夫。ママがね、大丈夫、マリカ。見えないとこ座って、みたいな感じで座らされたら、はい、たまたま早い時間に来てるお客さんがその一部始終見てて、うん、お前何てことやってるんだよみたいな。見てたぞみたいな。誰か分かってんのみたいな。いや、今聞いたみたいな。俺の席座るなみたいな。ちげーみたいなこと言われて。端っこって、渡辺です。組長の端っこ、席の端っこじゃなくて、店の端っこに座ってけど、U字になってたんですよ、お店が、はいはい、U字になってて真ん中にグランドピアノが、はい、ね、で14番がこの U 字の端っこ、壁の突き当たりですよ、はいはい、でこのまたこの1番の U 字の端っこで、磁石の U 字のこの端っこだから見えないだろうってことは、ここにお客さんが一人いて、違う片桐の普通の会社の、ね、はいはい、その人が同伴で入ってきてて、いつも仲良ししてくれる人だったから大丈夫だろうと思って、ママがそこに座って隠れてなさいって言って座ったんですが、うん、まあ、見えたんですよね多分。そのそしたら、お前誰か分かってんの、俺のとこ座んな怖いみたいなこと言われて、まあ、そうなりますわな、はい、その後は、いやいや、ママが言ってるから、ママが座れって言われたら座らなきゃいけないんでよろしくねみたいな感じで座らせてもらって、うん、14番の神戸の社長からマリカを戻せと、あのさっきのやつを戻せって言われて、はい、びっくりしたんですよね。戻された、拒否しました最初拒否権あるんですか。嫌ですって言いました、怖いし、なんで、はい、みたいな、うん、でもいや、もう何回も言われてるみたいな、ママが言ってるから、うん、どうしても座ってくださいみたいな、で座ることになった。しょうがないから座りましたね、はい、座った時の組長はどんな感じ、うんうん、謝ってました、悪かったなって、あの人たちも仕事なんやでって言われて、ごめんなって言われました。ちなみに聞き忘れたんですけど、はい、殴った時の渡辺組長のリアクションというか反応はどうだった。ふふって言ってましたね、強いみたいな、あお前喧嘩強いやみたいな。最初はなんか話さないし、
寡黙な人だったんで、うん、まあ、乾杯の時になって余計なんかみんなとなんか食べればみたいな感じになって、うん、それでお食事がね届いて、そこからなんかちょっとほぐれてきたんですけど、それまではそんなにね、だから腹殴ってちょっと良かったんですね。ちょうど良かった、腹殴ってちょうどなんかこう打ち解けたみたいな。あのその席に届いたお食事届くってどんなの。それがね、その神田川、まあ、敏郎先生も亡くなっちゃったから名前出していいと思うんですけど、はい、神田川敏郎先生がそのお店の前に本店を構えていらっしゃって、あのご飯食べに来るんだから別に誰でもいい、もうそのね、そのあのウェルカムなんだけど、神田川先生がフグを持ってきたんですよ。フグ、はい、あのそんなの絶対普通はありえませんよね、うん、宴会始まったみたいな、高級クラブめちゃ豪華なありえない展開ですよね。うん、ちょっとね、あのフーを店内でやらかしたっていうのは今までそのどんな偉い人来てもいなかったんで、5代目だけでしたね。元総理みたいな人が来ても、うん、あのお寿司とかはあるけど、うん、ちょっとフグ刺しとかフグ鍋とかはなかったんで、うん、あれなんですか、ご本人が好きでわっと食べるって感じだったんですか。いやいや、もうご本人はお食事済まされてきて、うん、私たちに振る舞うためにわざわざもう一回自分たちが食べたものを出前しろってことで、うん、俺たちさっきフグ食べてきたんだけどさ、美味しいから君たち食べないみたいな感じで振る舞ってくれましたね、うん、なんかやり方もすごいかっこいいですよね。そうですね、うん、あとなんか書いてないんですけど、あと5代目で思い出すのはお花ですね。お花、はい、お祝いとかあるじゃないですか、うん、例えばお誕生日とか、まあ、私なりママなりとか、はい、そしたら名札の付いてないお花が1名だけ来るんですよ、うん、すっごいお花が365本、うん、それは名前がないのは山口組の5代目だって、もう渡辺さんっていうのはみんな分かってて、例えば何かあっても自分は付き合いが多分あると思うんですよ、そのあるあちこちのお店飲食店、うん、だけど本ご本が行かないんですよ、うん、だけど花だけは送るっていう、うん、その自分は行ける店だと決まってるんで、うん、だけどそのお花をね、ちゃんと欠かさずそういうのを送ってましたよね。でうちの私が勤めていたお店にもママのお誕生日に、まあ、無記名ですんごいお花が届くと、あ、ご代目だなっていうのはもう暗黙の了解っていうのが分かってて、なんかいつもこう選んでくれるお花っていうのがあったりしたんですか。必ずバラですね。バラ、うん、渡辺組長がそのお花好きだったとか。あ、そうですそうです。温室を彼は自分で持っていて、うん、蘭の花を育てるのが趣味だったんですよね。いくつか趣味は聞きましたけれど、自転車とお花と、うん、蝶を集めるのが好きでしたね。その自転車っていうのはいわゆるロードの、あ、そうなんですよ。長距離で漕ぐやつですか。ちょっとね、びっくりしたんですよ、うん、自転車って自分で乗るんですかっていう。そうでしょ。ダメじゃないですか、立場的に。そう、だから私もどこで乗るんですかって言いますよね、うん、なんて。まあ、本部の裏山があって、家の裏に山があって、そこ ありますね、あそこ本部。私行ったことないか分からないんですけど。 あるんですけど。あるんですか、はい、その裏山に朝夕行くんやって言ってましたね。一人で？いやいや、私も聞きました。一人でって聞いたら、そんなわけ、それはないって言って、時にはその車だったり自転車で来たりとか、うん、月の人は前後こういるけどって。いるんすね、うん、そりゃそうですよね。でも時々自転車乗ってる時に蝶を見つけて、蝶、うん、を追いかけて藪の中に突っ込んだことがあるらしいんですよ、5代目が。そしたらちょっと大騒ぎになったらしいんですけど、うん、なると思います。一人称も俺は得意やって言うから、私ほんと爆笑しちゃって。いやいや、いやいや、ダメでしょ、そこ笑っちゃう。一人称なんか乗ってんの、笑うとこかどうか分かんないじゃないですか。ほちゃーみたいな。いやいや、言えないですって。いや、言っちゃったんですね、ほちゃーとか、うん、一人称乗ってんの、ほちゃーみたいなこと言いましたね。そしたら、いや、一人称面白いんやってすごい真面目に答えてきたけど。そう、マリカさんじゃできない芸当ですよね。でもそういう普通なところが気に入られたんですかね。わかんないです。うん、大物芸能人とかも多分あると思うんですけど、うん、パッて見たらその人間分かっちゃうんですよね、8割ぐらい。うん、こいつは大丈夫とか、なんかこう、うん、心開くモードってスイッチが入っちゃうみたいで、私多分それ持ってるみたいですよ。うん、最初の一席で気に入られた感はあったっていうことですか、ね、なんかね、呼ばれたんで。はい、だってその後もあれですね、付き合いというか交流は続くと。いや、お店に来られるって感じで、うん、お店にまた来られた時、うん、もう指名なんですか。私は連絡先は知らないので、うん、あれなんだけど、来たら前田さん授業待つって会長、神戸社長来てるからみたいなえ、今日も来てんのみたいな。あの子って
もう口に出して言わないんですよね。 あの人たちはこうしたいとかこうしろっていうこと一切一言も言わないですね。それはマナー的な感じなんですか、何かそういう。もうだから私が腹を打って戻せって言った時点で、もう私の目的だっていうのはもう分かってるっていうことなんで、説明不要っていう感じ。あ、そういうことですね。うん、多分そういう世界で生きてられる方なんで、まあ、そうですね。そちらの世界のこともあるし、また北新地の夜の街だとそういう呼吸読める方たちも、あのお店の側にも当然いらっしゃるというか。あ、もうそういうあのレベル の人じゃないとそういう方たち相手できないんで。うん、ですよね。さすがに渡辺君長直接聞いてくることはないと思うんですけど、3回目ぐらいの時に直接聞かれましたね。はい、あ、そうなんですか。うん、教えたんですか。教えましたよ。その時って年代的にはもうあれですか、あの携帯電話とか。あ、ありましたね。その番号を伝える。あのなんかしてる時にわちゃわちゃやってる時に向こう向いたまま電話番号だけ今言えって言われたんですよ。うん、こっち向いたままで、え、なんか書きましょうかとか、なんか電話番号登録しますと、携帯登録しますみたいな話をしたんですが、はい、口だけ動かして番号だけ言えって言われて、そしたらなんかどうやってかけてくるのって言ったら、いや、あの覚えるって言って登録は俺はしないんだみたいな。へー、うん、そしたらなんか、うん、568人か、うん、なんか全部入ってるからって言われて。すごいっすね。すごいっすね。で、実際それかかってきたことありますか。渡辺さんからはかかってこなかったです。周りの方、また別の人から。まあさすがに直接ね、あのマリカさんにご本人がっていうのはね、あの立場上難しいのかもしれませんが、まあでもそうやって交流されてて、何かでもそうやってこうお店を返してですけど、あのお店の場でこうそうやって交流していくわけじゃないですか。その中で特別なこう贈り物とかそういうのされたっていう話を聞いたんですけど、今日持ってくればよかったな。なんかまだあったんですよね、はい、あの5代目がくれたお財布、はい、シャネルの。それがね、多分まだありますね。何回目とかな、2回目か3回目の時に、まあ、出勤したら、こう社長来てるから座ってってまた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 ってやられて、はい、ここにポッケに財布入れたままだったんですよ。コメの社長が、お前今日着てる服いいなみたいなことになって、うん、どこのやみたいになって、で脱いだら押し込んでるかってポッケン始めたの、こうやって、うん、ポケットなかなか入ってないのかみたいな。そしたら財布見つけて、その時たまたまちっちゃい安い財布を使ってたんですよ。そしたら、お前服シャネルで、なんやカバンエルメスで、なんでこんな財布持ってんねみたいな。それはブランドものじゃなくてノンブランドな。あのね、たまたま無駄遣い防止的な。ああ、まあまあまあ、あの生活の知恵的な感じ で、ね、使うことありますね。お金を分けてね、それが入ってたと。そうそう、はい、そしたら大笑いされて、はい、俺が財布買ったるってその場で言われたんですよ。え、その場で。はいはい。どんな感じで、あの思ったんですか。買ってやるって言われて、やったなんですか、それとも、なんですか。あ、マジでありがとうぐらいの軽いな。さあさあ、でも買うってやるって言われても、どう買ってもらうんですか。それでもうその8時回ってるし、うん、なんかってことで5代目が急に自分の、まあ、いつもカバン持ってたんで、うん、お財布を出して、うん、ご本人が10万円シュッと出して、うん、これで買ってこいって。で、その10万円いただきました。それでそう、でも夜8時回ってる。そうなんですよね。どうしたんですか。うん、で、10万円もらったから、ありがとうございますってここに入れたんですよ。はい、そしたら神戸の社長が、何しろお前って言うから、え、何がって言って、お財布今から買ってこいよって言うから、いや、もうこんな時間やし合ってへんと、うん、まあちょっと関西弁なんですけど、そしたら、北新地やぞと、何もでも店あるやろ、今すぐ行ってこいって言われたんですよ。まあ言わんとすることは分かりますよね。うん、まあ今すぐ買ってこいと。今何だ、全く今すぐ買えって、はい、買い行ったんですか。しょうがないんで、はい、まあその、明日買います、明日ちゃんと昼買っとけよって言ったんだけど、ダメだ、今すぐ行ってこいって言うから、うん、それ持ったままお店出よう、じゃあ買ってきますってことでお店出ようとしたら、お店の人に、マリカちゃん何やってんのって、神戸の社長来てんのにって、どこで出てくのって怒られちゃって、はい、で、いや、あの神戸の社長が財布買ってこいって言われたんで、ちょっと行ってきますって言ったら、ダメダメダメって言って押し戻されて、座りなさいって言って、この社長来てるのみたいな。じゃあ、まあそれで事なきを得るんですか。いやいや、戻るんですよ席に。うん、したら、お、早いの買ってきたんかって言うから、神戸の社長来てるのに、明日にしなさいって言われたって言ったら、あかん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 ってなって、行ってこいって言われて。皆さん、これが本当の板挟みです。そうです、そうです。はい、どうなるんですか、その板挟みは。その往復をして、
まあママが出勤してきて、なぜ、まあ、早い時間に、マリカあんたしつこいでって言って、うん、あの神戸の社長来てんねんから明日しなさいって言われて、はいって言って席に戻って、もう言われることは分かってるから立ったまま、ママが来てて明日にしろって言われましたって言ったら、初めてんって顔をして、うん、俺が言ってるんやと言ってこいとちょっと雰囲気変わりますね。雰囲気変わったでしょ。はい、そこからどうなったんでしょうか、うん、あ、わかりましたって言ってね、お店またママのとこに行って、ママって神戸の社長が俺が行ってこいと言ってるんやとのことですって言ったんですよ、はい、そしたらママがほら早く行ってきなさいって言われてちょっと誰かマリカについて行ってこれが新地の女ですね、はいさっきの話はなかったことに、早く行ってきなさい、早く早くって言われて、もうすぐ帰り行きですよね出ました、はい、夜8時待ってます。そうなんですよ。でもどうしたんですか。でもそこからも結構ハードル微妙にあるじゃないですか。そうなんです。それなりに納得させるものを買ってこなきゃいけないわけじゃないですか。っていうか、あの北新地多分ね、あの女の子に財布をあんまり買ったりとかしたことないと思うんですよ、うん、その北新地そもそもブランドものしか置いてないんで、うん、あのエルメスとかシャネルの財布って10万円でなかなか買えないんですよね。そうですね、うん、はい、それで、ね、多分ご存知なかったと思うんで、はい、あのしょうがないんだけど、でお店に行ったんだけど、うん、ないんですよね、10万円で買える財布が、うん、あれどうしようって、でもこれもうここまで来ちゃったしなみたいな。さあ松村くんがねぎるんですけど、なんか明日もお金持ってくるからとか言うんだけど、お店の人がダメダメってことで、あの11万円、うん、の財布だったらありますけど、1万円札、日本円の1万円札が入りませんって言われて、そしてまあ11万円を5000円だったら値切れます、あのおまけできますよって言われて、じゃあ5000円どうしようってなったら、その一緒についてきてくれた松村君っていうボーイさんが、マリカちゃん俺5000円持ってるわって言って貸してくれたんですよ。変な話ですよ、僕だったらもう家計でもつけでも何でもいいから、とりあえず見栄えのするやつパッと買って、そのまま行って、はい買いました、10万円で買いましたって顔すると思うんですよ。嘘は良くない。買って、その、例えば、領収書持っていくとか。あ、領収書持って行ったんですよ。あ、やっぱそこまでされてるんですね。持って行って、足らんかったわって言ったんですよ。値引きして、ボーイの彼が出してくれたお金、はい、言葉で言って、え？って言われて、それで、お、そうかってなって、で、あの、男の子にお金借りたから、お金、ちょっと返して、みたいなこと言ったんですよ。はい。そしたら、その、松村くんって松村くん呼んだら、もうこうやって、はい、すいません、みたいな感じになってて、そしたら、神戸の社長が、ご自分のお財布からまた1万円取り出して、ありがとなって言って、その、ボーイさんに、お金を渡してくれたんですよ。で、領収書渡したら、あ、俺らは領収書は、って言われて、あ、なんかよくわからんけど、とりあえず持っといて、みたいな感じで。あのじゃあその財布あのもらって見せて、でもほぼ普通にそのまま使い始めたんですか、自分で。いや、なんかお金入れたるわって言わはったんですよね。お、でも今の流れからすると、うん、ちょっと期待じゃないですか。え、なんかお金入れてくれるのみたいな感じです。なりますよね、なりますよねどんな感じでいくらぐらい入ったんですか。なんかお財布また出して、はい、5円玉を私のお財布に入れたんですよ。そしたら、え、なんで5円ケチやなって言ったんですよ。それ笑ってましたね。それは渡辺組長流のなんかこう茶目っ気的なところもあったってことですか。全然自分気づかなかったんですけど、まだ若かったんで、うん、分かんないんだけど、それ周りの人の後で聞いたら、ご縁がありますようにだよって言われて、この財布には俺がこれから金入れたるからなっていう意味やって言われて、かっこいいけどそこにマリカさん、そこは気づかなかったんですね。気づかないでしょ、普通気づきます。若い時だとそういうの、ご縁なんでご縁みたいな。いや、いろ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 多方面からのこう配慮により言いづらいところはあるんですけれども、トータルして、うん、やっぱ欠物だなという、その女性との接し方とか含めて、場でのこう収め方も含めてですね、なんかこうかっこいいなっていうのは素直に思いますね。素敵な人です、紳士です、本当に、うん、でもマリカさんが出会った男たちというのは、本当に、渡辺組長だけではございません。他にもいろんな方がいらっしゃいますので、この先もいろいろ聞いていきたいと思います。今回はどうもありがとうございました。福島マリカです。2冊目の本修羅の花が発売されております。概要欄にリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。